はい、こんにちは。スタジオリバーサイド横瀬ギタリストの竹下達です。本日のサウンドチェックこちら、ズーム社提供ズーム G2Y のようですね、 B の6番 DT スライドです。こちらを愛用の不次元性ストラトキャスターで奏でてみたいと思います。まずギターを手にしたら、スケール練習から始めましょう。6弦からゆっくりですね、自分の指を温めるイメージで弾いてください。これをクソ真面目に練習します。真面目にやることがポイントです。いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スミスタークローリーですね。こちらにトライしてみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スブラッシュ。先ほどのちなみにミスタークローリーは2回目はブリッジミュートを使ってますね。はい、ブリッジ、ブラッシング、ブリッジミュート、この3箇所で覚えておくと間違えることが少ないです。でイエスのロンリーハードです。ワン、ツー、ワン、素敵なギターソロたくさんあると思うんですが、使えるものは実は限られてますね。今回は、ファイナルカウントダウンというね、楽曲のギターソロを練習していきましょう。これ移調しても使いやすいんでね、おすすめです。はい、行ってみましょう。ファイナルカウントダウンのギターソロです。
聴しても使えます、ね。ので、キーが変わったとしてもそのまま水平移動すればいいんですね、なのでどのキーでも対応できるのが特徴です、こういったギターソロはね、一つ覚えておくと、はいギターソロですっていう時にね、簡単に移調できるので、便利です。そして、イングマルスティーン広島モノムーンなんですが、できるだけ、ミスタッチは人間あって当然なんですね。これを、音にしてしまうか、それともミュートしてしまうか、この違いなんですね。ミスはあって当然です。 できるだけハイフレットでコンパクトな音質、これを心がけましょう。はい、指がね、こう大きくバタバタ動いてしまうと、ミスも大きくなります。できるだけ弦から指が離れている時間を短くする、これがとても重要です。それが広島モノムーンです。ストラトキャスターはね、不次元性がいいと僕は思うんですが、ストラストラとは呼ばないかもしれないですけど、ヤマハのパシフィカもね、とてもいいギターだと思います。アイバニーズからちょっと変形のね、ストラトタイプのものも出てますが、あれもいいですね。基本的に、ストラトキャスターは軽量で軽く、そしてもう壊れてしまってもね、ガシッとこの、はい、ネックのところね、微生止まってるんで簡単に治ります。はい、これレスポールだとね、バーンって倒しちゃって、私やったことないんですけどね、ネックとか折るとかなりの出費になりますし、一回折れちゃうとやっぱどうしてもね、音とかフィーリング変わってしまう。ストラットだとまあ構造が単純なのと、あとはその調整も、ギブソンよりははるかにしやすいです。はい、というわけで、こちらのテロップがあります。現在私はですね、横浜にございます。シアミジック横浜校でギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。基本的にですね、こちら、エレキギターと、あとは、アコースギターですねの、レッスンを担当させていただいております。ありがとうございます。で、本職はクラシックギタリストなんですが、なかなかクラシックをね、学んでくださる方がいらっしゃらないんですが、別にクラシックギターでアコースティックギターを学んでも全然やることは同じなので、クラシックギターの方が若干安くね、お買い求めいただけるので、ご相談いただければ、どうしてもね、鉄弦の方がいいっておっしゃる方は鉄弦でもよろしいかと思いますが、ナイロン弦の方はね、とても音も柔らかいですし、指にも優しいので、おすすめします。まあでも好きなギター買うのが一番いいと思います。はい、それでは、横浜シアミュージックでお待ちしております。ギタリストの竹下、強くいたしました。それではまたお会いいたしましょう。